おっと、後ろからレーザーが来ました。はいはい、何のバイクか全然わからんかった。はい、お気を気です。今回ですね、朝倉に新しくできました交通公園へ行ってまいりました。ここでてるてるさん発見です。早速行ってみましょう。ここでは S 字にクランク、8の字、そして一本橋が練習できます。これね、ずっと小刻みな運転してたら指の付け根が結構痛くなりました。でもなんか楽しくてぐるぐる回ってしまうんですよね。慣れてる人は片手でやってますよ。さあ一本橋です。一直線の一本橋は大丈夫なんですが、ここには変形した一本橋があって、で途中箇所箇所に段差があるんですよね。ここは広くて練習しやすいですね。これだけね、悔しいことにできなかったんですよ。てるてるさんは立ち乗りでクリアしてました。お見事です。悔しいんでですね、たまによって次こそはクリアしたいと思います。この朝倉の交通公園は江川ダムのとこにあって、小石原通って北の方へ抜けていけますし、走りやすいし、いいとこですよね。ただいま北の方へ蕎麦を食べに向かっております。やっぱね、夏はどこ走っても暑いですね。なるべく止まりたくありません。それでもバイクバカは暑いと分かってて乗ってしまうんですよね。早く着きすぎましたんで、ちょっとここで一休みです。目的地へ到着です。そば2、大分県日田市にあるトリアンさんへ行ってきました。店内はレトロな雰囲気でとても落ち着きます。鶏も焼いて食べれるとのことで、
私はさっぱ鶏をいただきました。鶏、そばとともにとても美味しかったです。ごちそうさまでした。